どうもどうも、作者です。今回はソニックチャンネルのファンアートの3月掲載分に掲載されたイラストを描くよ。使用ソフトはアイビスペイント。とりあえずラフを描きます。テーマは、童話、昔話、らしいのでソニックと秘密のリングをモチーフに、ソニックとシャーラが絨毯で飛んでる感じを水彩風に描くよ。ちなみにシャーラはこれが初描きです。飛んでる感じのアングルって難しいな。紙のテスクチュア取って、下書き描いてくよ。ソニックの胴体って微妙に難しいよね。シャーラの服も難しいわ。で、紙質ペンで線だね。参考動画に朝のテスクチュア使ってたからそれ参考に、なんかそれだけで紙っぽくなったわ。指はほんまむずすぎる。絨毯はこんなもんかな。さすがに柄は無理やし。とりあえずソニックと絨毯の線画は完成な。シャーラを資料と見比べながら描いていくよ。ちなみに投稿後に服が少し間違ってることに気づいたんやわ。で着色ね、影になるとこにとりあえず置いて。下塗り。影に入ろうとしてます。なんだけどなんかこれじゃない感強いので塗り直し。はみ出しを消して背景の空を淡く着色。そして影を何度も重ねていくよ。目はちゃんと着色しないとえらい異なるから別でやって。ハイライトと。スパッタリングで適当に、そして絨毯の色塗って、引き換えて、白部分はっきりさせてテスクチュア調整して、完成。というわけでこちらが作品になります。ソニックチャンネルでは2番目に出てきます。もうちょっとしたらサムネ掲載も夢じゃないかも。とりあえず景品の缶バッジが楽しみやな。今までナックルズとオメガ来てたけどソニックの早起きてほしいな。というわけでまた次回、ご視聴ありがとうございました。